はい、皆さんこんばんは、生命機です。今日も晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、ホイコーローを作りました。素人のね、レシピのね、私が考えたんですけども、素人レシピのホイコーロー、それとあと餃子は、これスーパーのお惣菜の餃子ですね。2品はさすがにちょっとね、作ってられる時間ないんで、で今日はこんな感じで中華系のね、晩酌でやっていきたいと思います。では今日の飲み物は、キリンの氷冷ノンアルね、またノンアルのグレープフルーツを用意しました。カロリーゼロ、糖類ゼロね。カロリーとかね、糖類とか気になるんで、このノンアルにね、ちょっとまあ先にノンアルを注いで、でこれに焼酎を入れます。焼酎、中身は大五郎入ってますね。ミニ五郎って書いてありますけども、大五郎のね、 2.7 リッターの大五郎、これに小分けしてね、いつも冷やして飲んでます。では軽くかき混ぜて、こんな感じで今日もシュワシュワな感じで、どうでしょう、美味しそうに映ってるかな、ね、では今日も皆さん一日お疲れ様でした。では、お先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。生き返りますね。ではまたおかわりを作って、それでね、軽くかき混ぜて、でまた一回ちょっとね、置いときたいと思います。はい、ではまずはね、ホイコーロー作りました。久々にちょっとね、作ってから時間が経ってるんでね、水が出てきちゃってね、ブログのこうね、写真、ブログ用の写真撮ったりとかいろいろやってる間に、ね、時間経っちゃって、で、あ、これね、クックパッドさんの方にこの私のホイコーローのレシピ載せてあるんで、もし美味しそうだなと思ったらね、リンク、動画の紹介欄の方にリンク貼っておきますんで、作って食べてみてください。中華料理屋さんのね、本格的なホイコーローとはちょっと味違いますけども、家にあるお味噌とか甜麺醤とかね、豆板醤とか、その辺のまあ簡単な調味料で作れるんで、そんなに面倒くさくもないんで、簡単にできていいと思います。では豚肉ちょっとこうね、タレ絡ませて、キャベツとかも結構いっぱい入れてんですけどもね、キャベツももう火が通ってしんなりしちゃって、よいしょ、こうですね、こんな感じで、おお、ああ曇っちゃう。ではホイコーローいただきます。おいしい、おいしい。お肉がね、 70g しか使ってないんで、ちょっとお肉少ないんですけども、生姜入れてるんでね、生姜がね効いてうまい。では富士山、ピンと合ってるかな、赤富士ね。じゃあシュワシュワ飲んで、ではお次はいつもの野菜サラダですね。まあまた同じです。いつもと同じ野菜サラダですね。で、うま塩、利権さんの癖になるうま塩のドレッシング、
これをしっかりかけて、で、エバラさんの、あ、ちょっと待ってください、エバラさんの玉ねぎのタレなんですけど振ってなかった、よいしょ、あー、よいしょ、入った入った、エバラさんの玉ねぎのタレ、これが美味しいんでね、これか、あー、かけすぎた、よいしょ、このぐらい軽くかけてでいただきたいと思います。あー、見切れてたかな、このトマトにね、この玉ねぎのタレがかかったところ、これいただきたいと思います。うん、トマトはね、2分の1個分乗っけてますね、トマト高いんで。で、サラダチキンは、これは生協さんのハーブのサラダチキンだったと思いますね、生協さんのサラダチキン、サラダチキン乗せるとね、サラダ美味しいんで。あー、やばい、落ちた。ではサラダいただきます。ちょっと今落ちたやつね、もったいないんで。うん、ちょっとこぼれそうなんでね、ちょっとトマトと浮かせて、よいしょ、あ、なんかきゅうりがいっぱい、きゅうりがいっぱい乗ってますね。きゅうりいつも2分の1本使うんですけども、なんか今日きゅうり多い感じしますね。うん、うん、あ、ふんふん、玉ねぎ、これね、玉ねぎはこれ新玉ねぎ使ってますよ。新玉ねぎの季節ですよね、売ってますよね、スーパーに新玉ねぎいっぱいね、新玉ねぎ買ってきました。新玉ねぎね、柔らかくて美味しいんですよね、この時期にしか食べられないんでね、新玉も。あー、うまくつかめないな、あー、こぼれちゃうしね、新玉と一緒にね。うん、ではこのシュワシュワでいきたいと思います。うん、おかわり作って、もう3月も半ばになるというのに、もう寒いっすね、青森なんて最高気温10度までいってないですよ、今日朝のあのニュースだと予想最高気温8度とか言ってましたけども、ちょっとね、今日もね、雪が軽くちらついたりとかしてて、もう寒くてね、なんだか知らないけどね、ではどうしようかな。今日中華の晩酌ですけども、ちょっと日本酒濁り酒用意したんでね、ちょっと日本酒に合いそうなのおつまみないんで、まあ日本酒濁り酒、これちょっとね、今このタイミングで単体でいただいていこうと思います。これも青森県のね、地酒の桃川さんの濁り酒の安い方のねやつですね、ワンカップの、青森県上北郡奥入瀬町の桃川株式会社さんのワンカップの、ちょっとね、安い方の濁り酒買ってきました。これで200円くらいだったかな、一瓶。うん、ではよいしょ、よっと開けて、よっ、あー、うーん、そうかそうか、ではちょっとね、一口いただきます。うん、あー、うんうんうん、やっぱり安いんでね、濁り酒にしてはこうさらっとしてる感じですね。うん、濁り酒っていうとちょっとね、濃いめのね感じの
あのちょっとこうとろっとしてるような感じの多いですけども、安いんでねそこまでいってないですね。うん、あ、それでもこのね、あの濁り酒のこう風味はありますよ。安いですけども、うん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 、軽めの濁り酒っていう感じです。うん、あ、飲み口よくて甘たるくないんで意外と安いのでも美味しいですね。うん、ではお次はこれいこうかな。キムチ、キムチですね。いつもはあの東海漬物さんのキムチ買うこと多いんですけども、今日はあの、あ、これあの吉野家さんのキムチですね。スーパーで売ってたんで、こうあのちっちゃいパックのやつが、ちょっとねどんなもんかと思って買ってみました。私吉野家さん行ってもあんまりキムチとか食べないんで、吉野家さんのキムチの味よくわかんないんですけど、じゃあちょっとねいただいてみたいと思います。うん、うんうんうん、ああ、そんなに辛くないですね。うん、食べやすい感じの、こうキムチのこう元みたいなのに使ってるような感じの味なのかな。うん、吉野家さんの牛丼も随分食べてないですね。そういえばたまに食べたいですけどもね、うん、私量多くてね半分もあればね十分なんですけども、なかなかね量が多くて、ではこれはねシュワシュワでいきたいと思います。ではお次はオレンジ、昨日の残り半分ですね。また今日もオレンジつきました。なんか最近安いあの果物があんまりなくてね、うん、ちょっと今日はこれねいただき物、おばからいただいたオレンジですね。うんうん、甘くて美味しいですよ。で、大五郎をちょぴっとこうね、大五郎師匠をちょっとこう注いで、で今日もカナディアンクラブウイスキーね、まだちょっと残ってるんで、これを、ウイスキーとウイスキーをこうね焼酎でかさ増ししてね、かさ増しして飲んでます。では、カナディアンクラブいただきます。うん、このね、ね、ほんのりほんのり電気ブランみたいな香りがいいんですよね、カナディアンクラブ。うん、まあ毎回言ってますけども、ね、うん、これねあの干しぶどうを買ってきて、あのカナディアンクラブにこうね干しぶどうつけて、それヨーグルトに入れて食べると美味しいんですよ。あのまあ電気ブランの方がねいいんですけども、電気ブランがあれば、あの電気ブランにヨ、あの干しぶどうつけてねヨーグルトに入れて食べても美味しいですし、前はよくねパウンドケーキにねそれ入れてパウンドケーキ焼いてたんですよね。うん、あの電気ブランのね電気ブランにレーズンつけてそれをパウンドケーキに入れて、でその、 あのレーズンをつけた、電気ブランを、焼いたあのパウンドケーキの表面にこうハケでこう塗り込んでね、ちょっとこう電気ブランのこう香りつけてね作るとパウンドケーキ、美味しいパウンドケーキできるんですよ。ちょっとねカナディアンクラブだとねちょっと香りが弱いかもしれないですけども、それでもねあのカナディアンクラブに干しぶどうつけてそれヨーグルトに混ぜて食べるとねヨーグルト美味しく食べられるね。うん、そういうのもありだと思いますよ。
ではお次はこちらね、スーパーのお惣菜の餃子ですね。あ、ピンときましたね。冷凍餃子とかチルド餃子とかね、よくうちでもうちの動画でも食べますけれども、スーパーのお惣菜の餃子ってね、ちょっと大きめでね、これが美味しいんですよね。ボリュームあって、冷凍餃子ってちょっとちっちゃいんですよね。ちょっとね、冷凍餃子若干小さめなんでね、スーパーのこうお惣菜の大きい餃子もこれ美味しいんでね、たまに食べたいんで、見かけるとね、ちょっと今日見かけたんで買ってきちゃいましたけども、これもねいただいていきたいと思います。じゃあどうしようかな、ちょっと割ってみるかな。割ってよいしょ。あ、ちょっとね手でちょっと失礼しますけども、よいしょ、割れた。で、ね、これ餃子のタレ、これ自分で調合した餃子のタレですね。あ、これお酢を大さじ3杯、お醤油を大さじ2杯、あとみりん大さじ1杯で、あとラー油と七味入ってます。なんでお酢大さじ3杯、お醤油大さじ2杯、みりん大さじ1杯を混ぜておいて、ね、それでタレを作っておいて、であとお好みで、ラー油入れたり七味入れたり一味入れたりね、すればいいと思うんで、よいしょ、こんな感じですね。餃子断面、あ、ピンとこないな。あ、来ましたね。結構ね、大きめの餃子で、中もねしっかりね具材詰まってますね。ではこれをちょっとね餃子のタレにつけて、あ、そうこれ忘れてた、こちら激辛南波味噌、これね買ってあったんですけど、なかなか食べる機会なくて、これを餃子にちょっとねつけていただきたいと思います。よ、こんな感じになってますね。山椒漬けみたいなもんですよ。青唐辛子とお醤油と多分これ麹が入ってんだと思うんですけどもね、これをねさっきの餃子にちょっとこうつけてね、ちょっと待ってくださいね、こんな感じでね、これをちょっとこう取ってね、激辛の南蛮、これをね餃子に乗っけて、よいしょ、餃子にこう乗せてね、激辛ね、これでいってみたいと思います。よいしょ、どうやればいいかな、うまく断面見せ、ちょっと断面にこうタレつけて、これでいいかな、これでうまく取れてるかな。じゃあこれで、ね、この辛いのでいただきます。辛くて美味しい、やっぱ辛いのはこのね冷たいシュワシュワが合うんで、あ、もうなくなっちゃうな、シュワシュワ。じゃあまたね焼酎入れて、よいしょ、これで一回ねかき混ぜて置いておきたいと思います。あ、南蛮すごい辛いな、や、結構きますねこれ。ではちょっとねさっきのあの激辛南蛮味噌がちょっと辛かったんでね、濁り酒でちょっとねクールダウンしたいと思います。クールダウンというかちょっとね甘みあるんでね、濁り酒なんで、ちょっとこう甘さで辛いのを中和したいと思いますね。じゃあ桃川さんの濁り酒いただきます。
いやまあ安いんでどうかと思ったんですけども、くどくなくていいですね。本当にさらっとしてる、あの濁り酒とにしてはさらっとしてる感じの、ちょっとこう見てもね分かるかなと思うんですけども、そんなにこうトロトロしてないんですよね。これサラサラしてる感じ で甘さくどくなくてね、あんまりこう甘いお酒苦手っていうね方だったらこういう方が結構美味しく飲めるんじゃないかと思いますよ。うん、うん、ではまたホイコーローね、結構ね野菜から水分出ちゃってもうシャバシャバになっちゃってますけどもね、作った時はね、あの作ってすぐの時はねこんな水っぽくなってなくてね、もっと美味しそうだったんですけども、やっぱ時間経つとね野菜から水分出てきちゃって、よいしょ、長ネギとかも入ってんでね、こんな感じで。じゃあお肉と長ネギとキャベツかな、あピーマンも欲しいですよね。ピーマンホイコーローなんでね、ピーマンも一緒に、よいしょ、これで、あ結構量あるな、いただきたいと思います。じゃあいただきます。うん、うんうんうん、あ豆板醤がいい感じ、うん、豆板醤がいい感じにピリ辛でね美味しいんですよ。では今日の晩酌動画の方はねこの辺で締めにさせていただきたいと思います。あとはまあ動画かアニメか見ながらまたね続き晩酌ゆっくりやっていきたいと思いますんでね。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね動画アップしたいと思いますんでねよろしくお願いします。うん、今日何見ようかな、特にこう見たいものもないんで、まあ何かしらね見繕って、そういえばあの居酒屋ノブ、異世界居酒屋ノブ、あれ見ようかな。あれ私好きなんでね、あれ飲みながら見ると面白いんですよ。うん、あじゃああの辺り見ながらね、今日は晩酌続きやっていきたいと思いますね。あとは今日のところはねこの辺で失礼させていただきたいと思います。